皆様こんばんは、モノコチャンネルです。最近また寒くなりましたね。そんな寒さを、さらに加速させるような怖い映像を、皆様と一緒に見ていきたいと思います。YouTube へ投稿された心霊映像を5つ、ご紹介していきたいと思いますので心してご覧ください。それでは見ていきましょう。これは、YouTube へ投稿された奇妙な映像。撮影者はここ最近、自宅で起こる様々な怪奇現象に悩まされていると言います。その中でも、画面に映る人形が勝手に動く、などの現象が多いらしく、その瞬間を記録するためカメラを設置しました。それではご覧ください。いかがでしょうか。ハンモックに置かれている人形が、誰も触れていないにもかかわらず、奇妙な動きを繰り返していたのです。そして最後には、床へ落下してしまいました。画質が悪く、細い糸などで再現は可能かと思われますが、もしもフェイクでなかった場合、本当に恐ろしいですよね。投稿者は現在、何事もなく暮らせているのでしょうか。昨年6月、YouTube へ、とてつもなく攻撃的な怪奇現象を捉えた映像が投稿されていました。とある場所に設置された防犯カメラの映像をご覧ください。いかがでしょうか。歩道へ現れた女性が、突然、何者かに突き飛ばされました。そして、突き飛ばした犯人はというと、全くわかりません。そこには何も確認できないのですが、確実に、何かによって力が加わっているのがわかります。こんなにも吹き飛んでいるのに、オレンジ色のおじさんは、思いのほかのんきなのが気になります。心霊現象といえば、本来、人を驚かせるくらいが関の山ですが、このクラスのポルターガイストは、打ちどころが悪ければ最悪はあの世行きですよね。こんなの、どうやって避ければいいのでしょうか。フェイクであってほしいです。こんな現象が現実にないことを願いましょう。皆様は、自宅へ帰る途中、人気の少ない道を通ることはありますか？この映像は、自宅へ向かう途中、奇妙な噂が多い、と言われている道を走行している際の、ドライブレコーダーの映像です。お分かりいただけただろうか。撮影者が停車しヘッドライトを消灯、再度ライトを点灯させるとそこには、
不気味な人影が記録されていました。そしてその影は、すぐに茂みの中へ消えてしまいました。よく見ると、うっすら透明のようにも見えますが、本当の人間の可能性も高いと思います。撮影者がなぜ、ヘッドライトを消灯したのかはわかりませんが、暗闇に乗じて、車を盗もうと近寄ってきた、盗賊の姿だったという気もしないだろうか。それなら幽霊の方がまだマシに思えますが、幸いにも、撮影者はそのまま無事に帰宅できたとのこと。皆様も、暗い夜道にはお気をつけください。これは、チャックル氏によって、YouTube へ投稿された映像。撮影者は夜通し、自宅の屋根裏から鳴る異音に悩まされているらしく、何が原因かを探るため、カメラを回し調査に乗り出しました。建物はかなり古く、屋根裏への出入りは、今までほとんどなかったのだそう。昼間にもかかわらず、真っ暗で不気味な空気を醸し出す屋根裏で、異音の正体を突き止めることはできるのでしょうか。いかがでしょうか。振り返った直後、何かが撮影者に急接近し、襲われてしまいました。よく見ると、何本もの足のようなものが見えるので、正体は雲かなぁと、個人的には思っています。あまりの恐怖にカメラを落とし、映像はそこで終了してしまい、結局のところ、彼を襲った生物について明かされることはありませんでした。雲だとすると、彼を連日悩ませていた異音の正体は、また別のところにあるのでしょうか。もしくは撮影者を襲った生物は雲などではなく、我々の想像のつかないようなものだったのかもしれません。最後にご紹介する映像は、YouTube へ投稿された、不思議な扉の映像です。撮影者のトッド氏は、寝室の扉で起こる、いくつもの怪奇現象を目の当たりにしてきたのだと言います。そして、その瞬間をカメラに収めようと、撮影を試みました。映像では、ドアに金具をかけ、ロックする瞬間が映し出されています。それは確実に施錠され、もう開かない状態だということがわかります。しかし、しばらく扉を観察していると、いかがでしょうか。なんと、鍵をかけていたはずの扉が、一人でに開いたのです。動画は、約1分間カットなしで撮影されており、何か細工しているとは思えません。さらに映像では、誰も触れていない扉の鍵が浮いて、外れている瞬間もきっちりと記録されていたのです。これは一体どういうことでしょうか。何かわかる方がおられましたら、ぜひコメント欄でお教えくださいませ。皆様も鍵をかけていたとしても注意しましょうね。今回は以上です。いかがでしたでしょうか。このチャンネルでは、皆様が気になるような様々な話題をまとめて配信していますので、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。